今回はこちら、先日の動画で解説したこちらの iPadOS16、 今みんなが持ってる iPad だとほとんどね新機能はないんじゃないかっていうことを話していきたいと思います。やっていきましょう。今ねみんな iPad 何使ってますか？まあ、フラッグシップの M1 搭載した iPad Pro だったり、あとは1個前の世代のライダーセンサーを初めて搭載した iPad Pro で、そして最近 M1 を搭載して登場した iPad Air だったり、あとはコスパがいい iPad 旧世代、そして A15 チップを搭載した iPad mini、まあ、最近だとねこの iPad mini がかなり人気になってるかと思います。で今回のね iPadOS16 の、まあ、目玉でもある新機能がこちら、ステージマネージャーになってます。ステージマネージャーの機能を軽く説明すると、こんな感じでアプリのウィンドウのサイズを自由に変更して2窓できたり、キーノートとメールのウィンドウを作って一発で切り替えるとか、そういった作業ができるようになります。他にもね、今までは外部ディスプレイにつないだとしても iPad の画面がミラーリングされて全く同じ画面を映すことしかできなかったんですけども、今回の iPadOS16 からは外部ディスプレイサポートして iPad の画面と外部ディスプレイの画面っていうのを全く別の画面を映すことができます。でそうすることによって最大でね8個アプリを同時に起動できます。で8個アプリを同時起動するにはメモリっていうのがね、まあ、4ギガとかじゃ足りなくなってくるんですけども、そういった場合にこちら仮想メモリスワップって言って iPad のストレージをメモリ NAM として使用することができます。なのでアプリケーションいろいろ立ち上げても、まあ、ほとんどねパフォーマンスは変わらずに使うことができると。ちなみに最大16ギガまでメモリを提供できるらしいです。でその他にも新しいディスプレイモードって言ってディスプレイのサイズ調整っていうのができるようになります。まあ、Mac でいう疑似解像度みたいなやつですね。文字サイズとかアイコンとかを小さくして画面の表示領域を上げるモードがこちらになります。ディスプレイのサイズ調整モードを使えば画面上の作業スペースが一段と広がります。ディスプレイのピクセル密度を増やすことでアプリ内でより多くのものを表示できるので、スプリットビューの使用時は特に便利ですと。これらの機能かなり便利でね、早く iPadOS16 入れたいっていう方も多いと思うんですけども、なんとですねこの機能 iPad5 世代、12.9インチ iPad Pro 5世代、11インチ iPad Pro 第3世代で利用できますということで、 M1 チップを搭載してないと全部使えないです。まあ、この仮想メモリスワップに関してはもしかしたらね iPad Air 4の 256GB 以上だと使えるかもみたいな、まあ、噂もあるんですけども、その iPad Air 4の 256GB で仮想メモリは使えたとしても、この外部ディスプレイサポート、 iPad と外部ディスプレイの画面を別々に表示するってやつはできないらしいです。ということで今回の iPadOS16 に関してはもうね iPad mini 6とかに入れてもほとんどね変わらないかなっていう感じですね。これ結構悔しいのが、やっぱりこの iPad Pro の A12Z チップを搭載したモデルを買った方とか、まあそれこそ iPad mini もそうか、もう買った方っていうのは、まあ、スペック的にはねほぼほぼ十分なのに、この iPadOS16 の新機能が使えないということで結構ね残念な端末になってるのかなと思います。まあ、iPad mini に関しては正直あれか、小さいっていうメリットがあるからまあ別に対応しなくてもいいかなっていう感じなんですけども、 iPad Pro の買った人はかなりねこれ悔しいんじゃないかなと思います。で今までは僕はね iPad Pro を買うなら2018年モデルが、まあ、スペックも十分で 120Hz とか、まあ、必要な機能を全部搭載してておすすめだよっていう話をしてたんですけども、まあ、今後はねその最新機能を使うんであれば M1 搭載したモデルがおすすめになってくるのかなと思います。で今まあ一番おすすめになるのとしてはこれかな、 iPad Air 5、これがまあ安めでもあるし新機能も全部対応してるし 120Hz とかね4スピーカー搭載っていうのはしてないんですけども、まあ必要十分なスペックを搭載したモデルがこの iPad Air になってるのかなと思います。まあ MacBook に関しても M2 MacBook Air とか M1 MacBook Air が今ねかなり買いな端末ではあると思うので、これからのね定番機種っていうのは Air 端末になってくるのかなと思います。 MacBook Air、 iPad Air、 iPhone もなんかそのうち Air とか出たら面白いなっていう最新機能に対応しないっていう話と、あとはですね iPad の買い時ですね。この iPad の買い時、今回のね MacBook のね値上げで思ったんですけども、次 iPad が出るタイミングでその円安価格が適用される感じになると思うので、まあ、今のうちに買っとくといいですね。例えば、まあ、Amazon のセールがある時とか PayPay モールで PayPay 還元がある時とか、そういった時にもう iPad っていうのは買っちゃっていいと思います。新しいやつが出たらもう確実に値上げしますね。 M1 MacBook Air に関しても今回ね海外でも値下げっていうのはなくて、で日本だとむしろ値上げしちゃってたりするんで、で円安もね今さらに加速して1ドル130
134円とか言ってたんでね、これ適用するとかなりね高くなっちゃうのかなと思います。まあ、買うなら本当にね次の iPad 出る前っていうのがコスパが最強かと思います。まあ、ただね次の iPad は iPad Pro の M2 が出てくると思うんですけども、まあほとんどの人では M1 十分だし、まあ、iPad で動画編集をするっていう人であれば M2 iPad Pro 待ってもいいかなとは思います。 M2 はねメディアエンジン搭載しているので動画編集とかがかなり快適になります。まあ、ほとんどの人はね動画編集しないと思うので、現行モデル例えばメルカリとかで中古で買ってもいいし、セールで買ってもいいし、ぜひねその買い方で買ってみてください。あとね概要欄に楽天リーベイツ経由で Apple 製品をお得に購入っていうところがあるんですけども、これを押していただくことによって公式インフルエンサー特別リンクから最大600ポイントの楽天ポイントをプレゼントと、3000円以上の買い物をすることによって600円もらえるのと、さらにね今だと Apple Store で買うと 2% のポイント還元っていうのが来るのでさらにお得になってます。楽天 ID でログインすればねすぐにアカウントっていうのも作ることができます。ちなみに iPad Air は対象外か、iPad Pro、買うんだったらこのリーベイツ経由で買ってもいいかもしれないですね。あとはそれこそ Apple の整備済み製品、ここから iPad ね買ってみてもいいと思います。まあ、iPad 買うときはね必ず M1 対応してるものを選んでみましょう。 iPad Air とかあないかということで、まあ、iPad に関してはね正直次のやつが発売されるまでずっと買い時になると思うので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。他にもね今どの iPad 使ってるとかこの機能対応してないのは悔しいとかあればぜひコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。